それでは引き続いて第2部に入りますまず代表質問者をご紹介いたしますいずれもおさん橋本五郎さんそして星博さんです 第2部では質問に対するお答えは原則1分以内です。少しまた短くなります。ランプ,ランプが点滅いたしましたら、そこで発言を締めくくるようによろしくお願いいたします。ただし、質問によっては、イエス、ノーでお答えいただくような場合もあると思います。限られた時間でございます。有効に使うためにどうぞご協力をお願いいたします。それでは代表質問、橋本さん、よろしくお願いいたします、はいえー、まず最初に皆さんに、ちょっと総論的な、まあ、政治の基本姿勢。 えー、をお伺いしたいと思います多分に先ほどの議論では一対三といいますか野田さんに質問が集中しているんですけれどもこれからは今届け順にまずお聞きしたいと思いますまず野田さんにお伺いしたいと思います、えー、谷垣さん問責決議、えー、自己否定するようなことをやりましてそして結果的にはまあ,あ 総裁選に出られなくなくった。このこと自体は、まあ、それは自らがもたらしたものだと思うんですけれども、ただ、消費税法案という極めて難事業を3党でやって、そしてその際に近いうち解散ということを約束して、それとまあ見返りとは言わないけど、そのことによって、3党合意ができたんですね。ところが、一向に解散する気配はないと、そういう中で窮地に追い込まれたと。 という面もあると。ということを考えたときに、この谷垣さんの立候補を諦めざるを得なかったことに対して、野田さん自身は、一筋の涙を流したんですか悪かったなと。その同情の気持ち、責任感、それがあったのか。あるいは、いやいやそんなね、当然の報いだと、そう思ったのか。これはかなりね 高等官の約束でありそれは私は基本に関わることだと思ってるんですからあえて最初にお聞きしたいと思います涙は流してませんただ大変衝撃を受けました、うん、あのこれはある意味ですね社会保障と税の一体改革は先送りできないという問題意識を持ったということとお互いに党内ではそれを進めるには 様々な山があったと思いますでお互いにそこを乗り越えて、3党合意に至り、うん、そして党首会談も経験をしましたけれども、最後は法律が通ったという、その意味での、そのやっぱりこの国難を突破するために、今決めなければいけないというところの、心の奥、底における同志性は、私は強く感じていました。ものすごく感じてていましたしたたたがっっ今回不ととなったこと自体は 大変、まあ、多党の総裁選の話をあまり私がコメントするのは失礼かもしれませんが、残念な気持ちがあります。あのそれは間違いのない事実であります。ただし、そのことそのを踏まえて、お互いの代表選総裁選終わった後も、きちっと三党合意については履行していくという責任を持ち合いたいなと思います。で、近いうちについては、これはいろんな解釈をされる方がいらっしゃいますが、2人だけの時間になりましたけれども。 天地神明に誓って特定の時期を私は明示はしていません、していませんので、それは谷口さんがどう解釈するか、それがどうやって総裁選の理解に影響したかは、これ、それ以上のことは私は申し訳ありませんが、天地神明に誓って特定の時期は明示していないということは事実であります近いうちにはまた後でお伺いしたいと思うんですけれども、赤松さんにお伺いします。はい、こういう分裂する事態にまで立ち至ったと、どこに問題があったのかと。 とということを赤松さんは、それは政権等として未熟だったと、成熟してなかったと、それからもう一つはやっぱり議論が足りなかった、先ほどもおっしゃいましたね、もう少し議論してれば、こんなことにはならなかったと、しかしそれはいつでも起きる話なんであってね、そのために日常的に議論してればいい話であって、そういうことを怠ってきたから、こういうことになったんではないんですか。私はそっちの方の方反省がが要するに問題が起きてから あいやいや、もっと議論すればいいという話じゃなくて、日常的にやってない民主党の体質がこういう形になったと、私はそう思うんですけど、それはいかかがですか、あのー、実際にまあ議論の様子も橋本さん、ご存じの上で言ってらっしゃると思うんですが、はいあのー、私はまあ最終的には党の決定ですから、正直賛成しましたよ、賛成しましたが、あの議論の中だと、例えば9割ぐらいの人は、 大いにそれで、まあの、賛成の人は出てこないんだということを言われる方もあるんですけれども、まあ、最終的に、最終的にその、非常に強い反対意見を述べておられた方たちも、両院議員総会等で,です、ね、採決で、これは党の全体の決定なんだと、そういうことで決めてくれるんなら、自分たちも納得したと。しかししか、えー、総務会長人人だとでで9割が反対してもです、ね、賛成で どんと答えが出てしまうと、まあ、これじゃやってられないわというのがです、ね、それがすべてではないですけれども、多くの離党者の方たちから出たお話なんです。だから私は、これからもこういう問題、非常に根幹に関わるような、また皆さんに影響の多いような問題は必ず出てくるんですね。だからそれは徹底的に議論をして、最終的にはです、ね、組織なんですから、そういう決を取ってでも、きちっとやっぱり、えー、明らかにする。 そして決まったことには、さっきも言いましたけれども、やっぱりみんなが従っていく、そのやっぱり党風を作らないと、ですね議論だけが今言われるように、どん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 いつまでも長引いて、結論がちっとも出ないということに私はなりかねない一任じゃなくて多数決にしろと。<ん><え>一任じゃなくて多数決にしろとい<え>うことですね。ということですね。やっぱり組織運営の原則は、私はそれでやっていくべきだと思います、はいえー、原口さんにお伺いします。 原口さんはまあ消費税について反対、そしてその際の理由が、増税の前にやるべきことがあると、まあ、こうおっしゃってますね、大概、この何かをやろうとするときに、させないための理屈として、その前にやることがあるっていうのは、大体相場、決まってるんですね、これ。さあ、そうした中で、私はあえて聞きたいんだけども、その行革特命政権とおっしゃってますね、であるならば、これまで、もう3年あったわけですから。 じゃあ原口さんはその業格のためにこれまで何をしたのかそれをちょっと示してほしいですねいや橋本先生本当にありがとうございます素晴らしい質問だと思いますあの北山政権のとのキャップあれ全部1割なんです各省、うん、私総務大臣でしたけれども2割カットしましたそしてハットカツシステム紐付き補助金雨下りそして完成団子 完成談合の調査も全部やりましたまだまだ足りてません。国と地方と協議の場、これを作って、国と地方の二重行政、これは今回、閣議決定まで至りませんでしたけれども、いわゆる出先ですね、これの原則廃止ということを決定することができました。これ、これから法律にしなきゃいけません。もっと言うと、年間5000億くらい、私たちは、例えばこういう情報通信にお金を使ってました。しかしか いつそれが導入されたのかもわからない、あレガシーっていうんですけど古いシステム、年金なんてそうですね、だから、年金の、消えた年金の問題っていうのは、ある意味では非常に難しい問題だったんです、こういったものに果敢に挑戦しました。で私は、増税の前にやるべきことがある、これを言い訳で言ってるんじゃないんです、選挙のときに言っていないんです、私は歳入歳出構造改革一体でやるべきだと言った。だけど 選挙のとき言ってなくて、後からいや、政権取って気づいたから増税するよと、これではマニフェストが信頼されない、政治が信頼されないから、一回原点にかかって手続きを不毛じゃないかということを申し上げています、ありがとうございますえと加納さんにお伺いしますけれども、はいおまあ、この前も代表選挙に立たれた、そして先ほどの話では、1年ごとに変わるのは良くないと。 しかし、やっぱり立たなければいけないと、そう思った。で、その中に、要するに決められない政治っていうのはおかしいんだとということをおっしゃってましたよね。そして、まず意見状態を解消しなければいけない。しかし、この意見状態を解消するのは簡単な話なんですね。我々が意見状態を解消するわけじゃないんですよ。皆さんがやればいいだけの話ですよ。それをやってないじゃないですか。だったらまず、ね、言う前に 解消されなければ選挙はできないとか、まずやらなければいけないなんて、われわれに言う前に、自分たちで黙ってやれば一日でできる話じゃないですか、どうしてそれができないんですか、はい、あの具体的に、我が党の考え方で提案をしてるんです、具体的にご承知のとおりに、ですねゼロ増5減と、それから 40, 年40名の定数削減を、具体的に提案してるんですよ、ですから何もしてないということじゃないんです。ただそれをですね 意見解消をするためには、野党の方々の理解が必要なんですよ、どうしてももう、これはもう、茶会に説法ですけれども、そうすると野党の方々に対してです、ね、誠心誠意ですね、このお話し合いをさせていただいて、ご理解をいただく必要があるわけです、そうすると野党の方々は解散のせよとこうなります、しかし今、本当に解散できる状況なんですかということを、心から私はね、きちっと説明をするべきなんだと思うんですよ。 今本当に政治空白を作っちゃいけません、うん、やっぱり復興党ですね、それから外交問題、これだけ大きなときにね、政治空白を作ったら大変なことになりますよ、うん、で,すですから、そういうことを精神さえです、ね、野党側にもご理解をいただく努力をしていかなきゃならない、こういうことを申し上げてい,ますいやいや、あの連用性は精神、義じゃないよ、正義が見られないというところにある、要するに解散封じだと誰もが思うような、要するに野党が賛成できないようなものを出すことによって、 むしろさせないといとうに思われてるんですよそこでね、こういう案を出しました、民主党は、うんうん、それに対してどうぞ案を出してくださいということを申し上げてるんです、うん、何も一方的にです、ね、うん、我が党のものをどうしよう、この考え方でなきゃならないということを申し上げてるわけじゃないんです、うん、どうぞ案を出してください、うん、なかなかその案がです、ね、野党側の方から出てこないという現状もありますから、まあ、そういう意味で、 決して私どもがです、ね、一方的にこの考え方はこれだなきゃならないんだということだけ申し上げているわけじゃないということだけはご理解いただきたいと思いますえと選挙制度、定数削減の問題は、後でまたお聞きしたいと思います、えー、ここではあの政治にについいて野田総理にお伺いします。 先ほども何回か出ておりますが、やはりその今の民主党の混迷、それから国民の政治不信の一つは、民主党が政権交代したときに書かれてなかった増税に踏み出したこと、それについての釈明、説明が国民の耳に届いていないことだと思うんですね。野田総理もそれについてお詫びはされておりますけれども。 やはりこの問題、こうした方針転換、政策変更があったということは、時期のことは別として、ですねなるべく早い段階で国民の審判を仰ぐという必要があると思うんですね、それについての,その野田総理の基本的な考え方、それからもう一つは、今回の代表選でも争点になっておりますが、その増税を進める過程で、民主党という政権与党が事実上、分裂をした。 それはやはりその政党のトップリーダーとして、ですね結果としての責任は逃れられないと思うんですね、その2点について、総理の率直なお考えを聞きたいと思いますまず、マニフェストに記載をしていなかったということは事実でございましたので、それはあのお詫びをするとともに、説明をですねなぜしなければいけなかったか。 ということは、さっきも申し上げたとおり、しっかりと国民の皆様にしっかりやっていかなければいけないというふうに思っています。で、これはあの一番大事なことは、社会保障にそのお金を使うんであるということ、で社会保障はまさに国民生活に直結をしている、それを守るために、どうしてもこれは避けて通れないということを、もう先延ばしはできないということをですね、あのしっかり説明していかなければいけないと思いますしあの、そのことは前回のマニフェストに書いてなかったわけですから、次の総選挙の 時にには年ままさに1回目上げます次の翌年には10%にします、もちろんそのための経済再生だとかいろんなことは書きますが、そういう予告というか、今回通った法律を我々は実現をするとか、いうことはきちっとマニフェストに書かなければいけないというふうに思っています。それから公のののこの議論の過程においてて離島者が出て えー、そして今も傷跡が残っているということについてあの、私は党のトップでありますので、代表としてその責任は痛切に感じています、痛切に感じていますが、それをもって責任を取れという言い方もあるかもしれません、だけども、私はやったことに対して、国民生活をにらんで、将来をにらんで、その判断に間違いがあったとは思っていません。 議論の,とあの進め方とか決め方は、赤松さんなどもおっしゃったところがあると思います、その辺は猛省をしながら、党を再生していかなければいけないというふうに思っておりますが、したがって、まだその、これだけ多くの傷を残しながら進めてきたことの宿題があるんです、そこを貫徹をする、中途半端に投げ出さない、むしろそのために責任を果たして政治を前進させる、そこに自分の責任は一番重く置いているということでございます。 えー、あのその傷にです、ね、ちょっと塩をすり込むようなこの質問をいたしますあの。どんなに立派な政策を訴えてもです、ね、それを実現する数がなければ、うまく回らないというのは政治の鉄則で、これまで民主党が最も苦労されていることなんですね、で今、その数にです、ね、非常に大きな深刻な事態が起きてますね、えー、衆院の民主党の会派の数が、ね、247ですか。 ですから国民新党連れで言ても250、で過半数が240ですから、あと十数人ですね離党してしまうと、少数与党に転落してしまうと、かつて少数与党に転落した肌政権、これ2ヶ月しか持ちませんでした、これは内閣不信任案を出されても否決もできない、他の政策も通らない、こんな深刻な事態が出てくる可能性がゼロではないという事態の中で、 このさんこそ、ですね、まさにそれを克服できるかどうかというのは非常に大きく問われる党首さんだと思うんですね、そこでお一方ずつお聞きしたいんですが、まずあの原口さんですね、失礼ですが、ですね、原口さんがやはりその離党予備軍の、ね、リーダー的なその見方をされていることが一つある、それから今回の推薦人を見ても、ですね、小旧小沢グループから国の推薦人名簿がおるし、それからあと、まあ、大阪の橋本さんとも関係のつながりである。 政策についてもです、ね、一番やはりあの、今の野田政権に批判的であると,ということからしますとです、ね、もしかしたら、原口さんがこの投資の終わった後に、えー、離党するのではないかという観測があります、このことについて、明確にこの場で,です、ね、もし言えるんであれば、そのことについて言及してください、そしてもしできることであればです、ね、その離党者たちをどうやって食い止めるのかということについての知恵も出してくださいはい。 グラチェル先生、ありがとうございます。負けたことを前提にしたお話で、<laughs> 負ける気は全くありません。私はあの野田総理、あの前にして失礼ですが、もう本当に兄弟だと思ってます。しかし、ある時から、野田さんの心が見えなくなりました。野田さんと一緒に目指してきた政権交代のその実が分からなくなってきました。私よりも谷垣さん、私よりも大島さんの方が近いのかと思った時もありました。だから 私は民主党の原点といったものを、民主党を作ってきたんです。そこを捨てる気だったら、小沢さんたちと一緒に、もう党の昔に離党してます。それをやらないということは何か、これは今、前段で大変大事なご質問がありました。政権を組みますしかないんです。あの石橋丹山、彼は自由民主党を、全議員の3分の2の議決で除名されてます。 こんな70人も70何人も除名を繰り返したような政党はないんです、彼らこそ私たちが約束を守ろうと、さっき総理のお話を聞いてみると、2009年には増税の必要は感じてなかったけれども、あのときだって社会保障は減らされ続けて、社会保障は莫大に増え続けて、 それを賄うことは私たち考えてたわけです春日さんね組み直すということはいいんですが最初の質問にぜひ答えいただきたいんですが統一戦後もし負けたらということにしましょう離党される覚悟があるんですかないんですかありませんと言ってるわけです負けもしないし離党もしないと <laughs> で、そういう離党を食い止めるためにどういう努力をされますかそれはやはり理念を合わせるしかないんです国民にお約束をしたその原点と やっぱり公約なんてね、政治家なんか嘘っぱちだっていう人がいますけど、そんなことないですよ、一生懸命公約を作って、そして議論をして、それを提示して、でそれをあるとき、いや、違うことを言われたら、それは離党ということになるんです、理念を合わせて、そして政策を合わせる、もう少し大きな政策軸、これを提示することが離党を止める唯一の手段です。はい、野田さん今心がわわからなくなくったたと言われていた 原口さんからですね、党首選挙がぜひその一員として支えたいという趣旨の私、話あったと思うんですがあの、野田さんがね、この数の問題に対して、今、抱いている危機感はいかがなものかということとです、ね、それからもう1点だけ、えーまあ、先ほど言われたようにですね、やっぱり 300人ぐらいいた中の人たちがね、参議院も含めて71人離党してしまったということは、ちょっとこれまでの政治史の中では非常に異例であります。まあ、その責任というよりも、ですねその間にね、まあ、小沢問題、それから消費税という問題ありましたけれども、1人でもそれを食い止めるために、ですね上流を尽くしたね、 そういうい野田さんの説得する姿というのは、我々は少なくとも外ではあまり見てこなかったんですが、これから先はもっと重要な局面になるんですけどね、それについての心構えを教えてください、はいあの。原口さんとはまだ兄弟でいたいと思っておりますんで、えー、今の党の現状について、特に衆参含めてですね。 数の問題が大変厳しい状況になっているということはあの深刻に受け止めておりますしたがってこの代表選挙を通じて結集する軸というものをお互いに確認をしながら日本の再生のためにこれ以上民主党が壊れてはいけないそういうチーム力をですね、回復するぜひ機会にしたいというふうに思います常理を尽くした説得必要が当然出てくると思いますのでそのことはあのしっかりやり抜いていきたいというふうに考えております えー、近いうちに、まあ、解散と、おーこれは3党合意する、まあ、一つの大事な、これは、まあ、ある意味では条件だったわけです、でおそらくそあの野田さんにお聞きしますと、それは時期は行ってないし、先ほどもそうでしたね、とおっしゃるでしょう、ただ、これ、飲み会と違うんですからね、高等間でこれだけの重い約束をしている。 ということで、私はあえて、野田さんに聞かないで、他の3人の方に聞きたい、近いうちというのはいつ意味するんですか、その来年じゃないでしょう、それは今、政治空白を置くべきじゃないという鹿野さんの立場がもう分かりましたけれども、えー、赤間さんから順に近いうちというのはいつなんですか、これ、解散権というのは総理の専権事項ですから、これは言うまでもないと思います。でただえ谷垣ささんんと野田さんがお二人で えー、他を廃して、えー、話された、その後の記者会見で近いうちにいうふうになったと思います。スペイン語のアオリータはです、ね、いろいろな解釈があるようですが、常識的には近いうちのは2、3か月ということが常識だと思います。しかし、まあ、われわれは総理を代わってもらおうと、うん、野田さんから僕に変えてほしいという、うん、前提で、この代表選挙に出てるわけですから。うん あの当然、私がなった場合はあの、両方とも変わっちゃったわけですから、谷垣さんも野田さんもあ、それは全く拘束されないという考え方です原吉さん、どうですか、端的に。いや、もう野田さんに聞かれるしかないんじゃないかって、そこにいませんから、だけど、本音で言えば近いうちっていったら、もうすぐでしょうねはい、分かりました。鹿野さんどううでですか私はは最初はです、ね、近いい将来ととううなことでしたです、ね、それが まあ代表と総裁の間で近いうちにと、こういうふうになったというふうに報道で承知しております、しかしその際ですね、どういう文脈で,です、ね、そういうふうなことになったかということは、私ども承知いたしておりません、そういう意味では、その中身についてです、ね、ま、だ私からこうです、あですというふうなことを言及するのはです、ね、いささかセンスではないかなと思っております、はい、この3人の極めて常識的な回答に対して、野田さんはどう思われますか。 まあ解釈はそれぞれあるでしょう、<laughs> 近いうちはでも、飯を食う話でもないし、解散の時期ですから、もうそれ以上でもそれ以下でもないとしか言いようがないんです、感じ方はいろいろあります、投資会談の中身は相手もあることだから言いませんけれど言いませんけれども、その詰めた議論は間違いなくしていません、時期は、私も示していませんし、それを詰めて、大学総裁から来たわけでもありませんので。 あくまで総理大臣の専権事項の中で判断をするということだと思いますえっと現在の経済情勢などを見ますと、やはりその予算編成を年内に行い、年度内に予算成立を目指すというのは、経済運営の中ではかなり必須条件になってくると思うんですね。野田総理のののの判断の中にには年末の予算編成に支障の内容が 判断とか、今回はその12月にロシア訪問をお約束をしたわけですが、そういった外交日程などについての考慮も入ってくるんでしょうかあの予算編成はもう、政権として当然、常にどういう予算を作るか、着々と準備しなければなりません、今は9月で、9月としてやることがあります。 概算要求が出てまいりました、それをこれから具体的に精査をして、編成をしていくという作業が入っています、それは政権与党としては、一番の仕事ですので、1日たりとも予算をおろそかにするという考えはございません、9月にやること、10月にやること、それぞれ月あります、10, 10月で止めちゃうと、あの変な予測を呼ぶか言いますが、11月でやること、12月でやること、ずっとあるんですね、毎月5とで、それはまさにルーティーンですから。 でしかも予算というのは政権の思いか予党の思いが入っています。それを当然責任を持って作り上げていくというのは私が総理である限りやらなければいけないと思います。だからロシアの外交日程はですね、もともとプーチン大統領から年内放浪要請をされていました。それに対する回答は。 近々時間の協議をやる、外務大臣の協議を11月でやるとすると、もうおのずと年内というのは、日本国総理大臣として12月と回答するのが、これは筋です、外交日程と政局を絡ませている話ではありませんいや。だからまたそれを12月と言ってないというと、その前に解散にあるのかという考えも持たないでください。例えば、来年の夏の外交日程を決めることもあります。じゃあ、来年の夏までお前は総理大臣やるのかという解釈もしないでください。 外交日程と内閣総理大臣、これはあの判断、責任ある判断、政局では判断してないということだけ、ぜひご理解でいきたいと思います解散時期について、ちょっとしつこいんですけどね、あのまあ、野田さん、なかなか言いにくいと思うんで、この方にお聞きするんですけどね、赤松さん、あの近いうちに拘束されないという話だったんですけども、確かに、えー、ある程度の時間を置いてやった方がですね民主党、と理、党略とは言いませんけれども、ベターであることは間違いない。 しかし、この局面で,です、ね、どれだけです、ね、その解散の先延ばしを図れるのか、まずそのこの秋の臨時国会、どう乗り切るのか、予算編成どうなるのか、それをうまく乗り切って解散の位置をです、ね、少しでも先送りできる方法があればです、ね、ぜひこれ野田さんにです、ね、助言してあげてほしいんですが。 いかかがです私はあの、民主党が有利とか不利とか、今、厳しいとか厳しくないとか、そういうことはあの横へ置いといて、基本論としてやっぱり与えられた任期4年は、あのそのままやるべきだ、でただし、不信任案が出たときは、これはもう憲法の規定に従って総辞職か解散ですから、これはもう直ちにもちろんやることになるわけですが、そういうことでなければ、 私はやっぱり4年間、マニフェストも4年を前提として出しているわけですから、あの仮に今、有位だとしても、今、民主党がやってですね、僕はやるべきではない、これはもうずっと前からあの言ってきております。でただし、今回、ある先ほどもご指摘あったように、あの実際にはです、ね、横道さんとか土井隆二さんとか、今、会派離れてる方たちも含めても、13ぐらい、えー、国民新党のお2人入れてもですね、えー、状況です。 でじゃあ、この代表選挙後、6、7名が変、ね、わって、えー、野党側に行っちゃったということになれば、これはあの内閣不信任案が出る可能性があ,のあります、でそれが可決するかもしれません、まあ、そうなったときは、あその総理がです、ね、あのの好むと好まざるとにかかわらず、それは総理職か解散、どっちか選択しなければいけないわけですから、あのそういうこともそれはありうるでしょうというふうには、ちょっと評論家的ですがあ,の思いますありがとうございました。もう一つだけ あの野田さんはおっしゃらないけれども、党のナンバーワンである小石さん、それからタルト所さんからはですね明確に来年のダブルがいいんだという話があります、確かに、えー、衆参の結果が同じになると、それからある程度争点が詰められると、まあ、ある意味じゃポピュリズムに対する判定がある程度時間が置くことができるという党のですねメリットはあると思うんですが、この辺について、あの加野さん 今日の衆参のねじれという状況がです、ね、いかにまあ政治のです、ねえー、停滞を招いているかというのも、これも現実でございます、そういう意味で、これを解消するためには、来年において、同日選挙をやって、ね、衆参の対する国民の審判を仰ぐというふうなことによってねじれ解消したらどうかという考え方、あることは承知をしております。 ただし私はそういうことも大事なことでありますけれども、それ以上に、本当に先ほど申し上げますとおりに、今、政治空白作れるか、私は福島県民の方々の気持ち、ちょっと考えてみてください。あの宮城、岩手の被災地の皆さん方の気持ち、考えてください。忘れたんですか、自分たちのその被災の状況、今、福島の人たちは16万人の人たちがまだ、 戻れなくているんですよそういうことに対して政治がいや俺たちはとにかく解散をしてやればいいんだというようなことになった時にですね本当にそれが政治であるのかということを考えたのに私はある程度見通しを立てたところでやっぱり信を問うというふうなことが私は政治家としての基本ではないかなとこんなふうに思うもんですから私とすればそういうことを率直に それ開校がですね、あれだけ今、厳しい問題が提起されてるときにね、はい、選挙ですよ、これ、果たしていいんでしょうか、これはね、専門の先生方からもね、ぜひ、うん、指摘していただきたいと思うんですよ、お願いします私はでも、その復興のことと解散のことっていうのは、それ違う話で、今、その解散以前の話として、もう1年半たった、東日本大震災から、じゃあ、ちゃんと政治をやってるんだろうかと。 これは関東大震災、もっと大変な被害のデータを見ていても、非常に遅いんですよね。野田さんにお伺いしたいんですけれども、お去年、原発の収束宣言を出した、で、実は一体あれは何だったのかとこう思っている人が多いんですね。それから、まあ、いろんな中間貯蔵施設の問題にしても何にしても、要するに先が分からない、先が分からないので、その中間が最終になるのかどうかもよくわからない。 こういうわからないだらけで、それは難しいことはわかるんですけれども、そこをやはりある程度道筋を示すのが政治なんであって、それにやっぱり応えてないと、私は思うんですけれども、その点はいかがですかあの復興については、ですね、ええまあ、いろいろ評価があるかもしれませんけれども、ええ、例えば3、まあ、県全体で考えた場合に、直轄の国道とは全部修復したりとか、公共公工業生産は震災前の寸前に達したとか。 いろんんな結果は出てきてきるんですただご指摘のとおりです、ね、福島のところは例えば賠償、まあ、この間枠組みについては合意することができましたけれども除染、住民の健康管理そして何よりも雇用を作り出すための産業振興等々、うん、あのまだ課題がありますしやっぱりふるさとに戻るためのさまざまな計画 それもままだ,ちょっとまだら模様のところがありますでそうしたものを、まあ、ようやく復興庁であるとか、復興特区とかですね、復興広告金とか、道具立てが揃ってきたことをうまく使いながらです、ね、それを生かしていきたいというふうに思います。でこれは中間著書の問題は、当然そ,れそこは最終処分にはしないんですけれども、うん、その説明をしながら、今ちょっと具体的なやり取りをしている、うんまあ、機微に触れるところでありますけれども、うんうん、丁寧に関係市長、関係町村に説明をしていきたいと思います。はい あのそのまあ原発の問題ですね、まあ、原発をこれからどうしていくかということについて、まあ、民主党の方ではまあ稼働率、原発稼働をまあ30年代にはゼロにするという話をされてますが、あの一つ、原口さんあのがあの会見の中で,です、ね、いや、そうじゃなくて、もう原発ゼロの計画、直ちに着手するんだと。 それからあの、まあ、国民投票をですね、諮問型の国民投票をするということを指摘されてるんですが、これはいわばもう今、再稼働はもう基本的にはしないんだということなのか、それから原発の,その是非というのはもう、まさに国民投票で決めるんだと、そういうお考えでしょうか、はい、ありがとうございいますあのゼロロアクションのプログラムをを作るべきだととうことを申し上げています。 明日あの大井に伺うわけですけれども、原発の立地地区、あの夕張に参りましてね、ものすごいエネルギー転換、国策の転換で、12万人おられた夕張市民はもう今、1万人ちょっとになっています。今回、大井もそうですし、全国にある原発立地地域、そこをどうするかということなしに、単に原発ゼロだと言っても何の意味もない。また、 再稼働についても、原発の技術者やあるいは資本といったものを損ねて、じゃあ、ゼロアクションができるかというと、それは違うというふうに考えています。技術が必要であり、資金が必要であり、一気に不良再建化してはならないと、ただその上で、国民の皆さんに問いたいのは、このカリフォルニアよりも狭いこの日本の地域で、もう1回、福島第一原発事故と同じことが起きたら、逃げることができるんでしょうかと。 そして、我が国の国土を子どもたちに引き継ぐことができるんでしょうかと、そのことについては、しっかりとすべての情報を開示して、国民の皆さんに問わなければいけないと。私は大規模独占、集中、そして一部の非常にその放射性物質という人間が扱いにくいものを扱う、これは早ければ早いほど手放した方がいいというふうに考えています。東海村のの処理のところへ行けば もうその処理の現実がどうなっているかは皆さん、ご案内のとおりです、その現実を正直に国民の皆さんにお示しすることからスタートするんだと、このことを申し上げたいと思いますその反面、あのまあ、原発を早くゼロにした場合ですね、えーまあ、その企業にとっては電力コストの上昇、あるいは結果的には雇用にもつながるんじゃないかと、そういう不安も多いわけだと思うんですが、その辺についてはどういうふうにお考えですか。 それはだからスマートグリッドやいろんなところでパラダイムそのものをエネルギー社会政策、あるいはエネルギー資源政策そのものを変えるべきだと私は考えています。大規模独占集中で一部の人たちだけがエネルギーを作っていて、それを前提にしたら原発がなくなれば、エネルギーに対する不安は出るでしょうけれども、今、太陽光や、あるいは海洋やいろんなところでエネルギーができてきました。日本は世界で 6番目に大きな海洋を管理する国家ですね、私はそこを乗り越えていく技術というのは、決して不可能ではないし、もうスマートシティやスマートグリッドといったものがスタートしている中に、そこに思いっきり資本を投入すべきだと、そう考えています野田総理にお伺いしたいんですが、まあ、その原発ゼロを目指すというふうにした場合です、ねその、まさに再処理施設。 が結局、最初によってその核燃料サイクルをやっていくというのがまあ従来の方針だったわけですがこれがまあなくなってしまうとそうするとそのまあ当然、地元の反発もありますしまあそもそもその従来の核燃料サイクルによる政策自体をもう変えなくちゃいけないんじゃないかという話になってくるんじゃないかと思うんですがまあこの辺はどういうふうにお考えでしょうか。 あの私はですね、昨年の事故があって、これは単なるポピュリズムではなくてです、ね、あの国民の一時的な感情ではなくて、やっぱり原発に依存しない社会を目指さなければいけないという、まあ、ある種強い覚悟が出てきていると思うんですで、それをやっぱり政府としても受け止めて、政府としてもやっぱり覚悟を決めた対応しなければいけないと思います。したがってて、まあ、党からの提言については しっかり受け止めていいくというお話をさせていただきましたた受け止めさせていただきますけれども、それはフロントエンドの問題だけではないんですよね。そのご指摘のあったバックエンドの話をどうするのかとか、あるいは国際社会との関係どうするのかとか、大きく舵は切るということは、政府として判断しなければなりません。でも引き続き、関係するところときちっとコミュニケーションを図っていくと。 いうことが、き続けることができなかったら、舵を切るだけではいけないんですね、でその辺の今、ギリギリの詰めというか、をやらさせていただいているということでございます。ただ、方向としてはですね、えー、私はあの、そのリアリティのある、まあ、課題自体は重たい課題ばっかりなんです、実は。 その課題をどうやってこれから乗り越えていくのか、そのための協議を継続することができるかということも含めて、国民の皆様にきちっとお示しをしながらの、やりリアリティのある中長期の方向を出さなければいけないと思うし、そのリアリティというのは、例えば再生可能エネルギー、大々的に普及するとか、省エネ徹底する、まさにそうなんですが、それを例えば電光石火で予算付けでどこまでリアリティを持って、まずスタ,ートでスタートを切れるのか。 含めて総合的にやっぱり政府として覚悟を持たなければいけないと考えています。はい。あの次に今経済政策全般の話をお伺いしたいなと思います。まずあの総理にお伺いしたいんですが、あのまあ社会失礼消費税のですね、まあ、増税というのはあまあ党合意踏まえてまあ法案が通ったということで、まあ一つの成果が。 まあ出たととう評価がでできると思うんですがその反面です、ね、まあ、それ以外のさまざまな懸案が先送りにされたという,まあこう批判もあるわけです、まあまあ、TPP もそうでしょうし、えー、まあ先ほどちょっと出ました社会保障についてもです、ね、えー、まあもちろんある程度のことが入ったとはいえ、大きなものはまあちょっと先に送られたというようなまあ印象もあるんだと思うんですが。 えーまあ、まずそういう批判といいますか、見方についてはどういうふうにお考えでしょうかあの基本的には先送りということではなくて、な何でもそら精神論で決めちゃえばそれは決めうやり方あるかもしれません、でも着々と順々と進めていくというのはやっぱり段取りが必要です、一体改革という山は乗り越えることができました、でご指摘のあった TPP については今、関係国との協議をしている最中であって、 でその中で、まださまざまな関係する国のどういう意図とかということを汲み取りながら、それをまあ国民の皆様に情報を開示しながら、国民的議論をやって、そして最終的には国益の視点に立って判断をするという、そのプロセスの途中にあるんです。去年の11月に交渉参加に向けて協議入りましたけれども、残念ながらまだその協議が続いているということですし、それを拙速に進めることが、国益に反してもいけないということでございますので、これはあくまで、 党内の事情とか国内事情じゃなくて協議の進展がそういう段階であるということなんです。だからあの本当は決めなければいけない,という時期があるというわけではなくて、そこが熟さないと決めることができないということで、うん、そこはご理解をいただきたいというふうに思いますが、うんうん、そろっと経済、そうですね。まあ今のその TPP のことでじゃ追加的にやるんですが、はい、まあおっしゃるようにまあ協議がまあ続いているという。 いうこととででであるとは思うんですが一方でその国内の,その反対をしている人たちへのです、ね、説得とか説明とかです、ね、あるいは議論を深めるとかそういうところが果たしてされたのかどうかというのはやや疑問があるのかなということそれについてのお答えをいただきたいのとあとその、そうはいながら まあ、協議はいつまでもです、ね、その続ければいいというものでもないんでしょうか、どこかの時点で、まあ、もちろん相手があるからというのはあるにしてもです、ね、どこかの時点ぐらいまでにはこの、ぜひその実際の交渉表面等に行きたいというような、なんかメドがあ,ありましたら、言っていただければ大原則はです、ね、これはアジア太平洋地域において自由貿易圏。 貿易投資のルールをぜひ作っていこうという F タープを実現しようというのがありますで、それは APEC 参加している国は全部それは望んでいることですで、その道筋として TPP もあるしあの東アジアあ経済連携という ア a アンと、あるいはインド、オーストラリア、ニュージーランド、日中間を含んだ、そういう枠組みも出てきているし、日中間も動いていますで、それ自体は高いレベルの経済連携を模索して、アジア太平洋地域にそういう経済統合を作るということは、私は大事だと思うんです、そのうちの1つの道筋が TPP で、今の状況でありますけれども、これ、さっきほど申し上げたとおり、いつまでに決めなければいけないという話じゃなくて、相手国のまさに考え、どんなことを。 望んでいるかを我々がどう飲み込んでそれをきちっと国民の皆様にご説明をして国益の視点に立って決めるというそのプロセスは非常に重要だと思っているんでそのプロセスの途中ですでその説明はですねまあ、対話集会とか意見交換会これまで100回ぐらいやってきていますでもそれはもっときちっとその都度やっていかなければいけないしこれ以上これまで以上にやっていかなければいけないと考えてますあの TPP についてはですね残りの3三方慎重か反対 と言いますかねそういう立場だと思うんですが、代表してですね赤松さんにね、はい、要はやはり党内融和として、えーまあ、野田政権が掲げてる一つの目標に向かってね、物事を決めていくというのは、一つの基本的なラインだと思うんですが、えー、どうやってこれをね、そ,のそういう立場からお進めになるのが、進めたらいいのか。 誤解しないように聞いてほしいんですけれども、私どもは別に、何んでもかでも江戸時代のですね封建社会に戻して、一切関係を断とうなんて言ってるわけじゃないんですね、どんどん開いていくことは賛成ですよ、ただ、僕はあの文書でも書いてますが、やっぱり国益を考えて、どういう形で、今、総理も言われましたけどどういう形で開いていくことが、日本にとって国益にかなうのか。 それをやっていくべきだと思うんです。私自身が韓国とも FTA の交渉をしてきました。えー、それからまあ、アメリカともやりました、各クさんとも。WTO 行って、ヨーロッパの国々ともやってきました。いろいろな国々でやる中で、メキシコとも FTA の再交渉をして上乗せしました。まあ、やりながら、ただ、どちらにしても、TPP の場合はですね、中国とか韓国とかインドとか、これからどんどん発展していくだろうというところ、入ってないんですね。そうしたらば あのいわゆる ASEAN プラス6の方がむしろより国益にかなうんではないか、より日本にとって現実的ではないのか、アメリカに例えば TPP やりました、じゃあ日本は自動車それで関税下がるんですか、何々なくなるんですか、もうほとんど実際上、トラック除いてでで、ね、関税ないんです。反対にアメリカからはあのー、例えば、あのー 遺伝子組み換えの表情をやめろとか、あるいは OIE 基準に従って、危険部位のめっくり玉も脊髄も全部そのまま入れさせろとか、まあ、そういうこと、世界医薬品の関係もあります、いろんな問題があるんで、そういうことをあの今、説得しろという話もありましたけど、まさにそういうことだと思うんですね、情報を開示して、だからこういう心配がある、こういう心配はない。 あんたが考えるようなんことにならないからというようなことをやっぱり、ちゃんと明らかにして、そしてやっぱり最後は日本にとって何が国益なのか、何が有利なのか、国と国ですから、あのアメリカの利益よりも中国の利益よりも、やっぱり日本の利益を守らなきゃいけないわけですから、私はそういうことをきちっとやっていくべきか、残念ながら21項目、ほとんど中身については開示されてません。 だけども、日本が開かれるんだからいいじゃないかと、賛成しろよなんていう論理はですねこれはやっぱり非常に影響も大きいし、これからの日本の発展の一つの土台になるわけですから、あのそれは私はいろんな、どの組み合わせがいいのか、どういう形で進めていくのか、あ開くことは大先生ですけれども、そこはやっぱり十分慎重にやっていくべきだと思っておりますえっとまたこれあの、野田総理に伺い。 あのまあ、最初の野田,野田総理の,その発表された中で、まあ、経済再生の実現というのをです、ねまあ、最初の柱に挙げておられまして、えーまあ、消費税増税等の踏まえての,この指摘なんだと思うんですが、そ,でその中でその、あれですね、デフレのまあ脱却と、1年以内のデフレの脱却いうか、それから2年以内の競争力回復というのがございます、それでそこでまあ財政出動を含めた対応。 という言葉もありますが、具体的にです、ね、どういうイメージを持っておられるのか、いつごろ、例えばこういうような形で財政出動するうようなふうに考えておられるのか、例えばその、まあ、先ほどもちょっと出ましたけど、例えば自民党はその国土強靭化計画ということで、まあ、公共事業を非常にやっとこうというのがあー強い傾向になってますけれども、この辺もが柱になるのかどうか。 えー、その辺ちょっとお答えいただけますでしょうか。あのまあ私の政権になってから4四半期連続。とりあえずプラス成長が続いてるんです。ただし、この4月、6月は下方修正されたようにですねちょっと注意をしなければいけない状況になってきました。あの13はすごく良かったんですよね。ということで切れ目ない。経済対策を講じていかないと。今は基本シナリオは？ 復興需要に支えられて、それを背景としてです、ね、まあ、一定の2%以上の成長はできるだろうということですが、あの海外の下振れ要因等もありますし、気を抜くとあのやっぱり失速する可能性があります、緩やかに回復している傾向があることは間違いないんですが、それを力強い歩みにしていくためには、今は復興が当初ししていますけれども、民主主導のものに切り替えていくというそのタイミング。 それを見ていかなければいけないと思います、そこでだから切れ目ないという言葉を書かせていただいておりますが、その視力の分析をよくしながら、補正をどこかでやらなければいけなくなるだろうと思います、その時期をどうするか含めて、今、検討しなければいけないと思いますが、その中身としてはです、ね、それは自民党型のなんとかではなくてです、ね、少なくともあの多くの地域の要望というか、間違いなく切実にあるのは、あるいはあの効果があったというのは、 あの立地補助金とかっていうのはね、あのグループ補助金ですね、グループ補助金なんかはまだすごく需要がありますで、そういうものを盛り込んだ内容の当面の対策は必要になってくるかもしれませんし、ベースはでも、日本再生戦略をまとめたわけですから、グリーンとライフと農林水産業、中小企業、ここに軸足を置きながらの、まあ、来年度の予算編成が本ちゃんですが、その前に前倒しをするも必要が出てくるかどうか。 その中身はどうするかというのは、これから精査をしていきたいというふうに思いますえっとすみません、またちょっと総理にお伺いしたいんですが、そのまあ、社会保障改革ということで、えーまあ、あの消費税の増税によって、ですね、まあ、社会保障の充実ができる、まあ、道筋も、まあ、できたというのが、まあ、一応、民主党、あるいはこの政権の、まあ、考え方だと思うんですが、まあ、一方で、ですねその、まあ、これからの,その将来の高齢化を考えると、 おそらくまあ今度、増税したぐらいではで、持続可能性のある社会保障制度を築くのはまあ難しいんじゃないかと、社会保障の伸びについても、かなり抑制していかないと苦しくなるんじゃないかというような、そういうまあ見方もまあエコノミスト中心にですねもあるんですが、これについてはどういうふうにお考えでしょうか、やはりそういうことが必要になってくるというふうにお考えかどうか。 申し上げてください。あのまあ、社会保障改革まあ、いろんな視点があると思うんですけれども少なくとも今回はま一律化か,かもしれませんがあの一律化ではあるけれど大きく前に進んだと思ってるんです。で一つは充実の部分は子ども子育てなんですが安定化の部分をこれ年金等とこれさせます。で特にこれまで基礎年金の国庫負担二分の一って。 それワンショットのお金をかき集めながらやってきましたけれども、ここで安定財源が入るということは、年金の安定化につながりますし、社会保障の自然増についても飲み込んで対応していくということです、でその上で、ですよまだただ一方で、歳入の面の改革で社会保障を充てるだけではなく、社会保障そのもので、さらに充実させる部分もあるかもしれませんが、一方で効率重点化という視点で、社会保障の中でも、やっぱり正義化をせずに見直すところも出てくるだろうと思います。 で生活保護については、これも最後のセーフティーネットですから、真に必要な人には、この生活保護というのは、しっかりとこのサポートするために事業を続けなければ、あのしあの維持しなければいけないと思いますがあの、最近の不正受給の問題等を含めて、そういうものにはメスを入れるということは、これはどの社会保障の分野についても言えることだろうというふうに思います。だから常に、普段の見直しは必要だろうと思います、えー、外交・安全保障の話に移りますが。えー 野田総理と原口さんにお伺いします一連の領土をめぐる問題ですがまあ、この問題で日本が経済を中心とした国力が低下 しておるなとその足元、見られたかなということと、日米同盟の揺らぐ中で、そこもまた弱点を突かれておるかなということだと思うんですね、それからもう一つ、この問題で明らかになったのは、日本と近隣諸国との外交チャンネルが意外と脆いなと、弱いなということだと思うんですね。 その点について、この領土問題をめぐる日本の外交の立て直し、これをどういうふうに考えていらっしゃるか、野田総理と原口さんにお伺いします。まあ、あの近隣諸国との関係で、少しちょっと機微に触れる話もありますけれども、基本は領土、領海等に関わる問題については、一つはやっぱり毅然とした対応を取るということと、それからきちんと やっぱり対局感を見失わずに、冷静に対応するということをしっかり胸に刻んでおくということが大事だろうというふうに思います。えー、まあそういう姿勢の下で今、個別の事案について対応しているところでございますし、まあ、関係国も基本的にはそこの根っこの部分は理解をしてもらっていると思いますので、あとはそのコミュニケーションですよね、でご指摘のとおり、これ、政府間の限られたコミュニケーションだけではなくて、 議員外交、あるいは民間というチャンネル等々あの、というセカンドトラック等々も考えながらの厚みのある意思疎通をするということが大事ではないかということは、あの私も今、痛切に感じているところでございますので、その働きかけはこれからちゃんとやっていきたいというふうに考えております昨日北方領土を視察してまいりました。で北方領土返還については いい枝をロシアとの間に伸ばしていく、メドベージェフさん来られましたけれども、もう外交権はプーチン首相に移っています。イルクーツク声明に基づいて法と正義に、国際法と正義、これで対話と協力でやっていく、打ノと銃撃の海を平和の海にすると、これ、いくらも方策あります。でそれはやはり、元ととなるものはイルクーツク声明、非常に今、ロシアと日本の関係は緊密で、共同経済協力。 これを中心に、私が総理になれば進めていきたいというふうに思いますで。領土問題は2つしかないんですが、尖閣のこの状況を見ると、3方面でさまざまな対応をするとこれ、ほとんど不可能に近いで、総理に申し訳ないんですけれども、やはり中国の書籍にあった翌日に国有化を発表する、これ、普通外交しません。非常にその相手の立場を私たちは 我が国固有の領土である尖閣諸島、このための国有化法案、それから先島の振興法案、公開法の抜本改正、これ、法律出しました。しかし、一番大事なものは、相手の立場にもしっかりと配慮をしながら、外交というのは対話と、そして普段のいろんなサインが出てますから、そのサインを見逃さずに、しっかりとウィンウィンの関係にいかに持っていくか。相手を 追いいいいい詰めないかととととうううことがとても大事だというふうに思います私は申し訳ないけれども、今回、総理に、まあ、代表に立候補しようという大きなきっかけとなったのは、野田政権の外交の非常になんていうかな、まあ、言いにくいんですけども、荒っぽさというかあの、相手のことについての対話力というか、そこはぜひ改めたいというふうに思います。 続いて赤松さんに、先ほど、日米同盟を基軸に据えるというお話でしたが、その流れから言いますと、今回の,そのオスプレイの配備、これは許容できるのか、それとも条件、もっとその説明を尽くして、条件付きで許容するのか、それとも基本的に受け入れられないのか、この辺はいかがでしょうか。 た、まあ、多分これは日本政府の今の基本的な考え方と私、違わないと思うんですが、まず大前提は、やっぱり地元の合意なくしてですね、あの配備するということはありえないと、だから2つ目はあの、アメリカは安全だ安全だって言ってますけれども、パイロットがです、ね、技術が難しくて、えー、落っこったり、不着したりなんかするのは、やっぱりそれはあ機種そのものに問題があるということですから、あのあれ技術的なミスなんだで、あのまあ、そのままうのみにしてあの、あれするんではなくて、やはり、 あの日米の信頼の中で、じゃあ、自分のところでもちょっとチェックさせてくれよということで、日本が確実にその辺の安全確認をする、その2つが大前提だと思います、その上で先ほども言いましたけれども、そのことがあの日米のこれからの長いまた関係を、良好な形で維持していく、その私は条件にもなっていくというふうに思ってますから、特にまあ74%の今、基地が集中している沖縄に配備するということですから。 そして沖縄ばかりじゃなくて、訓練区域はですね四国の先から全部あの辺入るわけですから、中国地域から、そういう意味で言えばやはり慎重であるべきだと思いますそれに関連して、野田さんにお伺いしたいんですけど沖縄とのいろんな問題を、その普天間の問題、オスプレイの問題、一体政権はどれだけこう根を張った形での地元との話し合いをされてるんですか。 あのまあ、これまで沖縄に対するういわゆる普天間の問題を含めてです、ね、紆余曲折がございました、あの政権交代後、うん、でその紆余曲折を踏まえて、えー、少なくとも例えば普天間については固定化させないということの中で、うん、まあ辺野古が今、唯一有効な方法ということであるということでありますけれども、あの負担軽減を具体的に進めていくということ。 あるいはパッケージを崩してガムへの移転等をあの切り離していくというようなことを、あの4月以降進めてまいりました。しま、様々な沖縄対策、あの振興含めてコミュニケーションをとってまいりました。あの少なくともコミュニケーション様々なあの沖縄のま県のみならず、自治体あるいはその他の様々な関係者との。 コミュニケーションはきちっっとと取れるる関係にはなっていると思いますただ、オスプレイの問題を含めて、直ちにご理解いただける状況ではないことも事実でありますので、特にオスプレイの問題だったら、我が国が主体的に安全性を確認した上で、ご説明をするとか、ですねそうでないかれば限りは飛行運用しないということは、これは日米でもあの確認していることでございますので、そういう説明を丁寧にやりながら、コミュニケーションはさまざまな段階でできているというふうに思います。あの 加納さんになかなか質問がいかなくて申し訳ないことですけども、まあ、現職の総理大臣ですからね、これね。ということで、もう一つ、拉致問題について、まあ、ずっとこの何にも進んでないという、うむしろ進んでないどころか、どんどん細ってるっていう感じがね、多くの国民に与えてる、そうした中で日朝の間で、自、え、分、ー、レベルで協議があった。 そうすると、あ少しは光が見えてきたかなと、かすかな光が見えてきたかなと、という期待もあると思うんですね、でその期待にはやっぱり応えなければいけないと思うんですね、今、その現状はどうなってるんですかあの日朝間の協議っていうのは、福田政権の後に、うん、特に拉致については、再調査をするということが聞けちゃったんですよね。うん それ,それ以降、4年ほど協議が進んでおりません、先般あの、まあ、赤十字からの要請を受けて、遺骨の問題から対話が始まって、えそしてあの政府間の協議が、これ、課長級で予備協議として、うん、先月末行われました。でそれをを受けて次は局長級の協議をする中で さまざまな懸案について議論をすると、そのテーブルを作ろうという日程設定の問題を今やっております、あるいはその議題の整理の問題をやっていますけれども、当然我が国としては、この拉致の,拉致の問題を全く入れずに、その協議しようとは思っていません。拉致問題が具体的に進展をするための、まあ、ある意味4年ぶりのチャンスだと思っていますので、このチャンスをしっかりとらまえてです、ね、拉致問題が進展、問題解決、進めるように、 政府としては全力を尽くしていきたいと考えていますあの民主党を立て直すためにはです、ね、確かに数の維持も大事ですけれどもやはり内閣の顔ぶれですねあるいは党の幹部の方々の布陣が極めて重要だと思うんですねえー、多分この党首選の後にはどなたがなられてもです、ね、そういった人事についてある程度のことをされると思うんですけれども その際にです、ね、もしかしたらこれが最後の人事なのかもしれない民主党3年間おやりになってです、ね、しかも選挙を抱えるかもしれない国会も非常に与党が少なくて大変だという中で,です、ね、どういう人事をすればです、ね、先ほど言ったような皆さんがおっしゃったような政策を断行しかつ選挙に向けて 頑張っていいけるのかということをお聞きしたいんですねこれはもうあの一人一人お聞きします簡潔にです、ね、何を重視するのか、ですね今回の人事で何を重視すべきなのか、自分がならないとしてもそして、その1点だけ必要なのはやはり幹事長というポストはですね今回の選挙があるとすれば極めて重要になる、国会上の重要になる、その時に幹事長というのはどういう資質の人になってもらうべきなのかというお考えがあれば、それを追加して。 ぜひ1人ずつ1分以内でお答えください、まず赤松さんからどうぞ今、越石幹事長やっておられるわけで、まああのお、それは総理がどうされるのかね、えー、これはあの今現にはやっぱり、えー、野田代表、越石幹事長の形ですから、なんかあのさも別の人の名前を挙げると、ですねこれは私がなんかどうこうというふうになるんで、ちょっとそれはあの具体的なあの名前とか、あれはちょっと、はいはい、横に置かせてください。はい ただあの、はっきり入れることは、やっぱり適材適所お、あんまり期、何期やったなんてことにかかわらずあの、比較的民主党というのはスペシャリストみたいなのが多いんですね、この分野だけはよく知っていると、あとはあんまり知らないけどみたいな人いますが、まあ、しかしそういうスペシャリストがいっぱいいるんですから、やっぱり適材適所で,です、ね、あのそういうキャリアにかかわらずあの、どんどん登用していくべきだと、で本当にスターになりうるような素晴らしい人材もいっぱいいますから、私はそういう人たちを登用していくべきだし、えー、そういうまた、 バランス感覚を持って、新しい総理になる人はぜひやっていただきたい、私がなった場合はもちろんそういうことでやりますありがとうございます。原口さんです私はその内閣の組閣の前にです、ね、600人近くいるいわゆる省庁のトップ、この辞表をまず預かるということがスタートだと思います。正しい政治主導は正しい人事からスタートします。そしてそれは公務員バッシングではなくて、働く人たちの誇りとやる気を引き出す、そういうものがまず大事です。 そしてじゃあ、内閣の人事は刷新します、それは赤松さんがおっしゃったように、精神でそのスペシャリストを当てます、党はやはり世界に向けて、日本は大きな国なんです、世界に向けてたくさんのネットワークを作り、そして、飢餓や貧困や、あるいは暴力としっかり戦っていける、そういう布陣を、党の布陣を作れる、そういう人たちを中心に据えたいと思います。ありがとううございます加野さんどうぞ 基本的にこれだけ難しい問題を抱えているときにです、ね、どうするかということを考えたときに、やっぱりあの内閣と党のですね関係をしっかりと強化する、連携強化、これが一つの大きなポイントだと思います。やっぱりそこがです、ね、でなんかこう、ぎつぎつしていると、ですねうまくうこの世間運営できません。まあ、そういう意味では、基本的に内閣はですね、 やはり若手も含めて、中堅若手も含めた形で、やはり優位な人材がおりますので、きちっとそこで固める、党はですねやっぱり全体を見渡せるというような状況のですね人が、やはり官庁にするというのが私の基本的な考え方で、そうでないと、いわゆるマネジメントができてないというところが、今の民主党の一番のね問題点だと私は思ってるんですよ。そういうい意味で 今までの政治経験を生かしてですね。強固な、この民主党全体のですね。人材を生かした体制を作っていきたいと思っております。はい、それのだけ追加させてもらっていいですか。はい、簡単に言います。あの、今の党内の話限ってますけれども、私はあのもう一つですね。やっぱり、かつて、我が党にいた人。今、残念ながら、いろんな事情があって出てる人。そこに、やっぱり、誰がなってもですね。もう一度、声をかけてみる必要がある。 実はここに来る前にですね、赤松さん代表になったら私たち戻るか連立組んでもいいわよっていう人も、まあそれはこれから具体的に話すんですけれども、小沢グループですか。いや小沢さんじゃなくて、じゃなくてそういう,う人たちもですよいるんですから、やっぱりまずこちらがいろんな人たちに党一緒に戻ってやろうよということを、いろんな意見ござました。はい。じゃ最後野田さんですね、人事は下手と言われながらですね、よくぞここまでですね、ケルンとこられたとある意味は感心しております。 でまあ、最後の人事になるかもしれない、極めて重要な人事ですね、白紙状態であ,ありましょうが、この時点で,です、ね、かあのご説明できるそのコンセプトですね、どういう,う構造にしたいかということについて、くださいあのまず、解散については寝言でも言わないということと、人事も経験には今の段階でしゃべれません。 というのは、政治空白を作らないように、原執行部も、政府のおいても政務三役も、今、懸命に働いています。彼らを信頼してこれまで党運営やってまいりました。私がまた代表になった暁には、コンセプトは、コンセプトだけです。あのよりチーム力が増す民主党としての力が、まさに政府の中でも党としても遺憾なく発揮できるよう、 昨日あのイラクにサッカー勝ちましたけども、センターフォワード、ミッドフィルダー、センターバック、その配置をしっかり下手と言われないようにやりたいいと思いますそうせっかくサッカー見てるんですからね、ちょっと民主党も、ちょっともっともっと学んでほしいですね、これね、みんなばらばらにあちこち走り回ってて、場外に出る人もいればね、こんなことで政権大,大丈夫じゃないんですけども、それで、実は台風の目になってる 大阪の橋本市長、えー、赤松さんはの、日本維新の会は子どもの政党だと、極めて勇気ある発言というか、乱暴,、まあ、乱暴じゃないけれども、なかなかね、こんな発言はなかなか言えない、一体、しかしこれは、橋本現象っていうのは、中央の政界がだらしないからこういうことになってるんですね、これ、なぜあれだけのデモが官邸の周りを取り囲んでるか、それは政治がだらしないからなんですよね。 一体この橋本現象を、橋本さん自身でもいいですが、どう見るか、これ、極めてちょっと時間がありませんので、申し訳ないんですけど、短く、うんえー、加納さんから順に、えー、簡潔に、はい、あの一言で言いますと、はい、民主党はあの政権を担う上において、まさしく幼稚な面があるというようなことだったと思います。うんまあ、そういうい意味ではではすね えー、基本的に民主党がだらしないから、うん、やはりそういう第三勢力に対する期待感が出るんだと、そういう認識で新しいスタートをしなければならない、うん、こういうふうな考え方で、うん、ゆえに私も立候補したということなんで原口さん、橋本議員橋本市長は地域主権改革のパートナーであり、大事な改革の同志ですで、彼は本来であれば民主党政権の中で、十分にしがらみ一層してくれる、そういう存在だった それを新党まで走らせた、そこの反省からスタートしたいと思います松さん、はいあの、これは民主党に期待できない、あるいはじゃあ、自民党へ戻るか、これはもっとできない、そういう中で第3局がやっぱりもたやされている背景があると思います。私は大変どどいことを言ったようにもらいますけれども <laughs> 少なくともあの一員制にするとかです、ね、でそれから定数を半分にするとか、うん、これは自分たちが政権なんか取る可能性がないから、うん、だから、いや、多数にならなかったからできなかったんだよ、ね、そういう甘えがあるから、私は子どもの政党だと言ったんです、あのまあ、あのそういういいことですはいえー、野田さん、まあ、橋本さん自身が出てくること自体が、あるいは野田さんに対する批判なのかもしれない、批判なのかもしれない、批判でしょう。ということも踏まえて、この、 橋本維新の会をどう見るのか？あのまあ、口頭としてこれから活動するということならば、やっぱり口頭間のお付き合い、です、うん、これはやっぱり切磋琢磨だと思います。あの、政策的に方向性が一致できるものは、その可能性をお互いに下げると駄目なものはやっぱり強調できません。でも、これは切磋琢磨だと思うんですが、あの私はですね。まあ、維新を含めて第3局が。 台頭するとということはもちろん第一義的には政権と民主党に対する一つのアンチーゼ。もう一つはやっぱり規制政党だと思います。私は規制政党、民主党、特に中心ですけれども、その中できちっと結論を出すべきときに出すという責任のある態度を示し続けることによって、私はその第三極に対抗するウルトラシーも魔法の杖もないと思っています。あの苦しいことでも国民のために責任を持って 決めるべきときは決めていく、それは今の規制の与野党の中でやっていくということが、続ける中で地道に私は信頼というものが出てくるというふうに思っています長い間、どうもありがとうございました。最後の質問ですが、野田総理と一番の年長先輩である加納さんにお伺いしますが、この時代にです、ね、求められるトップ、政治指導者の資質というのは一体何であるか。 野田さんと加納さんに一言ずつお願いしますあの今の時代この時の政権のあり方だと思いますが私どもは今民主党政権になってからの総括でいろんな反省の話が出ていますでも今我々が引き受けてる大きな課題というのは例えば財政の問題も長い間の歴代の政権のつけでした原子力政策の変換エネルギー政策の変換も我々の対応の問題が今 あの大きな問題になっていますが、長い間の原子力政策のつけでした、でそのつけを我々は逃げないということです、過去の人たちのせいにはしないということです、バトンタッチを今、我々が受けている以上、そこは責任を持った回答をしなければならない、つけを追うということは、国民の皆様には不人気なことをやるかもしれないんです、だけど、そこから逃げない民主党、そういう政党であるということの、そのための私はリーダーでありたいというふうに思います。 基本的にですね政党政治でありますから、政党政治というのは、私はやはり夢と情だと思うんですよ、やはり夢をしっかりとですね持って国民にですね希望を持ってもらう、こういう資質が求められてると思うんです、でもう一つはやっぱり女王ですよ、人間ですから、はい、いやあの、本当に心と心の通い合いがです、ね、結局引っ張ってことになるんですよ。 まあそういう意味で、私はですね、なんで今回、立候補を決意したかといえば、私の政治経歴というふうなものの中で、いろんな形でいろんなあその修羅場も買いかいくぐってきたと、そういうものをぜひ生かして、党を一つにまとめていくと、まとまっていかなければね、民主党が政権党としての役目を果たすことはできないんです、故に私はそういう意味で、今求められているということならば、やはり夢と情と。 いうふうに、えー、申させていただきたいと思いますはい。い。まだ積み残した問題たくさんあると思いますけれどもお約束の時間が来てしまいましたこれで本日の討論会を終わりにしたいと思います野田さん赤松さん原口さん加野さんどうもご協力ありがとうございました <laughs>、えー、吉田理事長の方から4人に記念品をお送りいたしまして日本記者クラブとしての感謝の気持ちを表したいと思います理事長お願いします もう一度盛大な拍手をお願いいたしますどうも皆様方ありがとうございました4人の候補者の方が退場なさるまでどうぞお席にそのままお付きくださいありがとうございました、えー、今日は記号を書いていただいております野田候補は素子貫徹それから赤松さんはこれは初協<あ>いるところ協つまり初心忘れずいつも慎深くというそうだございます それから原口さんが退任、そして最後の狩野さんが道を守ると、天地のありということなんでしょうかね。これは後で前の方にお おきますのでカメラの方はどうぞこれをご参照くださいませそれからもう一度お知らせいたしますけれどもこの討論会の模様は、えー、明日日本記者クラブの youtube 専門チャンネルにアップいたしますそれから文字の記録版は来週日本記者クラブのホームページの方にこれはアップいたします発言の確認の際などにどうぞご利用くださいますそれでは今日はどうもありがとうございました